怖いな。あ、あった。ムービーありだ。まあ、みんな飛んでってる。上から行くぞ。気をつけろ。懐かしい。戦闘だ。そうね。これでいいな。あ、この口の中に入らないと。こん中入るの。そう。体の中から破壊する基本でしょ。これ口の中に頭入ってる。まあ、カメラかな。何見てから絶対だけなんだけど直接乗り込むんじゃねえの。確かに。ちょっと様子見してから。天井の鍾乳石には火薬が仕込んである。あ、誰かのマイク回りてる。だってなんかこの辺から大砲撃てたよね。あれ撃てるね、大砲。どうした方がいいのかな、これ。ここ通るときに。排熱機関を破壊して。あ、でもここ通るもんね。とりあえず排熱機関行ってくるわ。どれだけ奴の体力を、うん、私も行ってこよう。ちょっと何すればいいのか俺には全くわからん。まあいつか昔のと同じで、うん、昔のと一緒。排熱機関を発見しました。だから飛び乗って普通にぶっ壊してくれ。いいんだけど、うへえ。あ、クーラードリンク忘れた。これだいぶ俺排熱持ってきたし、気熱器を切り前に飛ばされたけど、あ、切れてる。結構痛いな。一旦それ変更ですから。やっちゃったわ。アイテムを補充してない。外ってきたら応急薬飲みまくろう。なんでやねん。ほらほら、ハイネス多すぎ。普通種よりめっちゃ多いよね。1になったらね。こっちこっち。この排熱機関を破壊しました。進撃の部品が出てきそうな声じゃなかった。進撃の部品が出てきそうな声じゃなかった。出てくるけど。出てくるね。ふかした芋です。リュウエイドーン。あ、これ飛ばされてる。熱い。あ、終わった。こっちはこっち。よし。これ2回か3回しか倒してないと思ったら全パターン覚えてね。石、石、この辺石落ちてない。石落ちてない。なんかあった気がする。俺はこの鍾乳石の落とし方とかよく理解してないし。石を当てれば芯が終わってるだけで。ここでちょうど壊せんだよ。チューン。当たった？当たってない。当たった。ナイス。当たってない。ああ、潰される。千。あ、でもこれあれかな。上登ってもいいけど、そろそろ出る時間できるから。出た方がいい。どっち側に来るでしょ。進行方向の。あ、じゃあ、チレ。覚えてない。シングロはマグダラオスが力を貯めています。貯めてるって。貯めてるからちょっとエネルギーの放出を防ぐんだ。ハーブの香り。わあ。あれだもんよ。食らった。気をつけて。うわあ、うわあ、めっちゃ降ってくる。これより高速に取り掛かる。背の上のハンターたちはそのまま待機。反発式高速弾の用意はいいか。届かないな、石が。行けるぜ、じいちゃん。いけるぜ、じいちゃん。上行かないとあれっすね。届かないっすよ。ちょっと、ね、これ落としてくる。どう。やばい、あいつ援護作用されてやがって。行けるぜ、じいちゃん。はい。
ネル来た。おー来た。まだ。もっと多いんじゃないか。500。あとですか。あ、単管ポイントある。まかないとこ、今さらまかないとこ席もらってもな。落ちてきた。ナイス。高速だよ。ホームラン来てからか。今だ。て。高速成功。ドラマグダラオスの動きが止まりました。どう。で今寝るか来るのか。俺ちょっと壊しちゃうね。うん。ちょっとやっといて。エルギガンテだ。エルギガンテ来た。ハンターたちに次ぐ。エルギガンテの食事でしょ、こいつ。うん。エルギガンテが現れました。外角前方。外角前方。外角前方。落書き無用。他の人いる。すごい。ここ。これ歴戦王だったらいい。全然爆発しないから3分でしょ。よしよしよし。大丈夫。BTS はどれが一番高い？新規標高しか使わない。あ、乗った。壊れんな。結構体力が。一番でかいな。一人で叩いてたら。先進まん。ああ、ダウンしたと同時に。終わったよ。終わった。どこから出るの？あ、破片出る。あ、壊れたそっちも。壊れた壊れた。じゃあもう終わりかな。待っとけよ。ドラマダラオスが二足状態に体勢変更。ゴジラかよ。で、びっくりした。来た。降りてきた。ああ、そっか、形態変化でまだ残ってた。大体いじめられてる。見えない。嘘。攻撃食らった。攻撃食らった。ああ。どうだ、回復する？殺される。自分の体力がマックスで攻撃内にいないと奥薬飲めないね。あ、そうなんだ。飲もうとしたら壁って。ああ、そこから火吹いてんのか、ゾラさんが。こっちチラ見しながら。そこの行き方がわからない。もうね、なんか左下のマップの、うん、見てるんだけど全然関係ないとこ今いるなって思いながら行く。いいわ。ちょっとこれ、あ、落ちた。狙いすぎる。めっちゃ落ちた私。あ、余計な。俺全然関係ないところに。いや、私もなんか離脱した。これ登るの大変だな。うえ、あ、そこか。あ、どこ。どっから行けばいい。あ、落ちた落ちた落ちた。から行けないかな。今さっき登ってたんだけど。俺しかいねえよ。ちょっと待ってしまう。よいしょ。一番上まで行ったらダメだった。一番上まで行ったらダメだった。その上なんか上行ったんだけど。あ、こっちに行けるのか。あ、行けたよ。あ、なるほど、こう行けるのか。そうそう、帰ってくんないっすかね、先輩。わあ、来た。ドラ先輩来たよ。天使。チラ見してる、チラ見してる。チラ見してる。いい。あ、痛い痛い。俺にダメージを与えれるかな。俺が天神の装備で。
帰った。どうやって？またたどり着いたのです。見事だ。このまま作戦を続行するぞ。わあ。すげえ。これが俺の前進。すげえ入ってくる。まだなんかすることあるの？あともう待つ。もう待っときゃいいかな。うん、あ、ここに、あ、違うわ、これもう壊したやつ。頭の先一応壊せる。頭の先一応これ今頭に壊せる。二足状態になるのかな。あー、来たー。城壁前で迎え撃つ。ハンターたちはどうやって落ちるのこれ。落ちれないけど。本当だ。落ちれない。落ちないよ、俺。落ちないけど。ちょうど体勢を落ちたら出てどんだよ、ほんと。体勢変えた時にこれカンカンできる。ほら、俺戻ってきたよ。俺ここ落ちれない。俺今落ちれたけど。落ちないけどな。ああ、ほんとだ。あ、飛び込め。落ちれないな。落ちれない。これアスカ文化アタックすれば落ちるじゃん。落ちる。大砲中や、あの大砲ゾーンのとこ、とりあえずあの正面の大砲撃ってりゃいいけど、あの左端に行くと船のなんていうかな、大砲のとこ降りれる場所がある。知ってる。知ってる。あ、嘆願ポイント発見。スキップできないかな。待ち時間入ります。あ、でもそろそろ船が見えてきた。船見えてきた。全調査員に次ぐ、これより最終攻防に移行する。あ、大砲撃ちまくってる。落ちれたんじゃない。あ、落ちた。落ちれんぞ。落ちれる。とー、俺が最後の砦となる。本当だ。城壁を破壊された時が。チャプーン、待った。できた。大丈夫ですか。歩きで走れるの。前提しても大丈夫になったのか。うん。これ V 破壊狙うのまた入ってきてんやろ。もう体力減らす感じで。これなんかひげを打つとなんか壊れなかったっけ。ないね。頭破壊かな。これ履歴書でどこまで届くのこれ。おお、もう打っていい。ちょっと早い。ちょっと早いか。まとなりぐらいで、なんか大砲打つと交代したりするから。まあ時間もあるしな。もう打っちゃうよ一発で。うん、運搬の達人早いな。さあ、1万2000。で、ずっと、ずっとこのさ、英雄の証が早いね。早いよね。もう倒せる直前ぐらいで流れるからかっこよく。飽きちゃうこれ。もうちょっとずらした方が当たるな。下の船行く？よいしょ。私はまずここの大砲を使い終わってからし。マグダラオスのエネルギーを貯めています。あ、やべ。これ即死？エネルギー貯めてるって。当たったら多分。ナイス。ナイス。ナイス。ヘッドショットナイス。あ、おもたまつきた。たまつきた。次のたまいこう。バリスタ。攻撃を防ぐ手立てはないんでしょうか。モンハンっていうともうこれのイメージがあるよね、曲。うん。これだけは変わらないでほしい。お、
俺はヒュティヒュティンって言ってほしくなかった。ヒュティヒュティン。ガッ。もうガはないけど。開放通常だと160か。あ、なんか溜めてるぞこいつ。大丈夫です。マグダロス、ナイス。まだまだ不十分です。はい。あ、なんか船行ってね、あの NPC がタワーに詰めてるちょっと今これ上上がるんで。あ、下？下。この横？一人で下行くの。じゃあ、し横のやってる。俺そろそろ弾ここ持ってそう。あの下 NPC が2人いて、あそこをガンガン詰め込んでるから。あ、下にもいたんだ。はい。あ、俺終わったここ。続き任したぜ。もうこれ終わった。あるとこ探してくる。NPC がいるところら辺にいた方がいい。バリスタでどこ狙ったらいいの？バリスタはやってないの？目？目を狙い？目がじゃん。胸かな。胸一応壊せるかな。胸から。そうっすね。あれ？バリスタ1セットしかなかった。あとここだな。お。大砲大砲。行って敵だなんか今回って大砲中に全然しても弾がってならないよねなんない弾が卵が卵がドンブーメランがブーメランがって壊れたマグダラオスがエネルギーを貯めています。貯めてる。次もうない。あります。ナイス。さ。あ、弾つきた。俺ここ。真ん中割り。でしょ。一応何分かしたら。復活するんで、弾は初めから用意しとけよなわあ、翼竜に当たった、大砲がね、18やっぱ顔の方がダメージでかいわ V 破壊後に結構食らうんですよちょっとヒゲどこだっけなここかわあ。全然あるものはすべて使え。え？当たんなかった。ああ、顔を下ろしてたからか。ナイス。じゃあ、あ、ここか。たま。マグダロス体力減少不十分です。不十分です。ミヤキさんまだかほらよっと当たらなくて頼まってきたはい思うんだけどさ大砲の弾の位置おかしいよねえ普通に大砲の真横に置きゃいいの確かにね壊なきゃいけないところに大砲の用意してんだろうエネルギー貯めてる夢ないよナイス。四。これはいるね。攻撃の威力上げるやつ。普通にやると結構時間かかる。残り5分ぐらいじゃない？
高速ないかな。マジで復活してないのかな。じゃあ次エネルギー貯めて、まあ、1回当たったところで大丈夫、まあね、うん、落ちてもいいかな。なくなった。すごい流撃層を当ててほしいな。あのあまだ置いてこようかな。まだ多分あれだと思うけど、あと1分、1分、あ、高速取れた。 OK、 いきますよ。はい、はい、おなんで走りに置いてんだから高速ずっと走ってたじゃん。ねえ、効率が悪い。さあ俺今船、こっちの高速弾はあるな。上の弾全部消滅してるから。私復活してた。あ、流撃層使えるようになった。そっち行っちゃうんだよ。あ、1万2000。え、行かない。イカ追力。あー、よし、だいたい2回目ぐらいで終わるけど、うん、じゃあそろそろか、うん、急にリザルト画面にこれってほじくれない。ほじくれない、帰るだけだった。終わった。ああ海に帰る。ゴジラ。ゴジラ。え、ゴジラ。ゴ、いや、ゴッズイラ。あ、ゴッズイラか。ゴッズイラ。ガッズイラ。ガジラ。石原さとみの。ガッズイラ。あの配役はちょっとな。21分、25分だっけこれ。あ、出た。25分。みんなそうか。うん。溶山流。世界は案外ちっぽけなもんで、踏み出すたび違う顔を見せる。誰一人として感じるものが根本の部分で異なってるんだ。その中で分かち合って繋ぎ合わせて生まれてくる小さな光を灯すためのランプは今か今かと待ちわびていて、光がこの光が僕の中で雄たけびを上げている。魂が愛になるその時まで光を。